ということで番組の会議、いやスタッフの審査、そう、予選ですね、はい、はい、書類審査がございました。見事決勝戦に進出したファイナリストの黄色い食べ物たちをご紹介しましょう、はい、黄色い声援でお迎えください、はい、黄色い食べ物ワン選手たち入場です。エントリーナンバーワン、おやつに入るかは永遠の謎、その皮で相手を滑らせろ、優勝しないなんてそんなバナナ。エントリーナンバー2、甘いのが先かしょっぱいのが先か好みも割れるえぐいやつ、卵焼き。エントリーナンバー3、食感はコリコリ、脇役はコリゴリ、優勝に添えるんじゃない、優勝を添えるんだ、たくあん。エントリーナンバー4、南国トロピカルファンタジスタ、敗北という失敗因は許されない、ペンは刺しちゃダメ、パイナップル。エントリーナンバー5、世界三大穀物からの資格、シャキッと気合、翌日トイレでこんにちは、トウモロコシ。エントリーナンバー6、滑らかさとは裏腹にプッチンと切れたら怖い、優勝の自信たっぷり、プリン。エントリーナンバー7、名犬も吠えるそのうまさ、撮るんだ優勝の記念写真、はい、チーズ。エントリーナンバー8、その鮮やかさはインド人もびっくり、カレーなしでも華麗なる勝利でナマステ、ターメリックライス。はい、以上の8選手でございますね。いや、良かったよ。あ、本当ですか。もう良かったよ、よかった、うん、先輩にナレーション褒められるのここまで嬉しいと思わなかった。いや、めっちゃ良かったよ、マジで、うん、楽しみながらやらせていただきたいと思います、はい、ということで、うん、どれも強い、うん、それぞれのジャンルでそれぞれもう勝ち抜いてきたぐらいの強さのある食材たちでございますね。黄色いね、黄色いですね。いや、もう本当にもう、うん、もうあれよ、今はもうみんな世の中の車ずっと止まってるよ。どういうことですか。黄色、黄色、黄色だからもう止まれ、あれは一応停止しなきゃいけない信号ですからね。さあ、続いては B ブロック2試合目でございます、うん、注目の2試合目、対戦カードはこちら。 B ブロック2試合目、その鮮やかさはインド人もびっくり、ターメリックライス。バーサー、優勝の自信たっぷり、ブーリー、レディー、ファイト。これちょっと両方いそうだよ。さあ、参りました。いただきます。こちらもここで調理されたものですか。プリンは、はい、AD クラッカーという、うん、女性のスタッフが、うん、AD の女性のスタッフが、はい、はい、なるほど。ターメリックライスは、ゴーフン。ゴーフンか。え、だからもう コネクトしてるのよ、ここでも。さっきは高田くんとコネクトして、うん、みんなとこう両方コネクトしてるから、もうすごいですね。みんなの力が合わさって今できてて、しかも、しかもこのカードどっちもスタッフさん手作りのものっていう、ちょっと迷うな。僕らが好きなものでありながらスタッフさん手作りっていう、このお料理対決にもなっちゃってるっていう、めちゃめちゃ熱いカードがここで。熱いよね。僕いただきます。はい、タメリックライス、どうぞ。優しい味。優しい味、ほう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 。ゲリゲリゲリ、あ、ボクになっちゃうこれ。ターメリックライス単体で食べたことないからな。なんかやっぱカレーとかこう味の濃いものと一緒に食べるイメージが強いご飯でございますね、うん、まあ、サフランっていうね、うん、まあ、スパイスと一緒にこう炊くと黄色いご飯になるということで、ゴーくんがめっちゃこっち見とるよ。ゴーくんめっちゃこっち見るんよ。待ってよ、やめてよ。髪までおそろにして、で、あ、まあ、俺はもう赤くないですけど、なんか真似した先の人間がここ見てるって、なんかちょっと、あー、いただきます。
美味しい、うん、いやすごい、おいしい、あーへー、なんか手作りの温かい味がするよね。え、バター入ってます？バター入ってます。あー美味しい。いや、ちゃんとバターライスにしてんのこれずるいわ。単体でも食べられちゃうんだもん。王の味がするよ、うん、豪華の味がする、うん、それはもうヒロミなんよ。おいしいな。うーん、でも単体で全然食べれるよね。美味しいですね。これ美味しいな。いや、ここに塩だけかけて食べてもいいし、うん、なんならあのよくマジックソルトとか、うん、ああいう系のちょっとそのマジックスパイス系のやつで、そのマキシマムっていうスパイスがあるんですけど、それかけて食べても美味しい。これは早いんだ、うん、満月かな明日は。うん、どうでしょうね。ね、もこさんの顔の方がちっちゃいんだ。でも美味しかったな。はい、うん、それでは次に参りましょう、はい、優勝の自信たっぷりん、うん、プリンということで。すごいね、手作りプリンだよ。俺、女の子が作ったプリン食べるの初めてかもしれないですよ。なんかこれプッチンせっかくだったらしたいね。あー、なんかだってちゃんとプッチンプリンになってんだよ。しかもさ、ちゃんと全部黄色になるために手作りしてくれてるんだよ多分。そういうことっすね。だって普通のプリンはカラメルソースが入っちゃってるから、うん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 、もう愛を感じるよね。あ、じゃあそういう意味だとターメリックレスちょっとあのパセリ入ってるから反則。そんなことないよ。そんなことない、そんなことない。これは大丈夫だよ。これは大丈夫なんですね。そう、今俺の中ではその女の子が作ってくれたプリンっていうのですごくプリンにあの心がなびいてるんで。いくよ、プッチンプリン。やっぱプリンね、プッチンしないと、はい、ありがとう、ありがとうございます。ちょっと美味しかったよ。いや、あのね、味は本当にうまいのよ。ただね、俺の過去が問題だったわ。女の子にお菓子作ってもらったことねえの。まだ食べてないからわかんないですけどね。もしかしたらこれ、あれ、ちょっとプッチンが思う、どっち、プッチン、プッチン、どっち。お、来た来た、頼む、プッチンしてくれ、頼む、プッチンして。あ、出てきた出てきた、プッチンプッチン、あれ、俺なんか、ん、ちょっと空気をちょっと入れてあげていいんだよね。おわー、うまくいった、よかった、かつて弱くてプッチンプリン大失敗したんだ。いや、かわいいね、プッチンプリン、かわいいですね。いただきます。はい、じゃあもこさんから食べてください。いい匂い、いい匂い、あ、なんか弾力性がある。あら、なんか鉄ぶる、いやらしい。なに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 、いやらしい感じの感触のプリンって何？わかんない。な、おいしい。なんか弾力がある。おー。あ、なんか手作りって感じ。なんかババロアチックというか。うわー、どんどん俺の気持ちが上がっていく。おいしい。マジ？なんかお尻食べてるみたい。わあ、そういうことなの。お尻た、あ、食べたことある人だこの人。うん、そうだね、かじり虫だもん。じゃあ僕もいただきますね。これ完全にお尻じゃん、ほら見て見て、ほんと、ほらお尻。あ、でもちゃんと鍛えられてるタイプですね、うん、そう、ちゃんと、なんていうの、うまく言える、この割れ目。あ、そうですね、ヒップレイズしてて、そうそう、しっかり締まっていながらね、ここがお尻っぽい、その間にね、あのスプーンを入れないでほしいんですけど。館長になっちゃうからね、館長に。おいしい。じゃあいただきます。YouTube、うん、で見られるのはここまで。本編を全部見たい方はこのボタンをここでアップしてね。もうアベマプレミアムなら僕たちの限定トークも声優と YOASOBI の全シリーズも全部見ることができますんで、みんなも一緒に YOASOBI しよう。